妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、スウェーデンのティア8プレミアム重戦車。細くて頑丈な砲塔と 120mm 砲が特徴の子、ボフォーストーンバンさんだね。うむ。マップはヒメルズドルフ、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は、ハルダウンが超頑丈な重戦車さんなので、東のお城でがっつり正面対決といっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、ギア9さんで頑丈なこのうち、68式さんは一緒に来てくれそうだけど、T10 さんやタイガーマウマウ、T95 さんは別ルートみたいだね。うむ。重戦車のパットンさんと CS59 さんは来てくれてるけど、あまり頑丈な子ではないので、これは68式さんと協力して、私たちティア8重戦車部隊も、積極的に弾受けしないとまずそうだね。了解だよお姉ちゃん。でも幸いこの子は、ハルダウンしてればティア9重戦車さんにも負けないくらい頑丈だもんね。だね。よしよし、いきなり敵シャーヨンさんが、大幅に削れてるね。いいね、お姉ちゃん。シャーヨンさんの連射は脅威だけど、あのヘルスだともうあれだもんね。うむ。ただちょっとバッドなニュースだけど、どうやら敵のティア9重戦車さんたちは、3両みんなこっちのようだね。あう。厳密には 50TP さんはまだ未発見だけど、プラの68式さんがこっちにいる以上、一緒に来てる可能性はかなり高いもんね。だね。と、これは内頃な予感だね。ナイスショット大妹よ。ティア9重戦車が3両こっちに来てる以上、攻めないとっていう気持ちはわかるけど、新日本重戦車ツリーの子は、平地ではあんまりあれだよね。そうだねお姉ちゃん。車体はペラペラ寄りだもんね。そしたらパットンさんが突っ込んじゃってるので、助けるのはちょっと辛いけど、パットンさん狙いの子をビシビシッと撃っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。む、シコダさんがちょっと前のめりすぎな気がするね。あう、急ぎフォローに向かうね。うむ。ナイスショット大妹よ。シコダさんもなんとか戻れそうだね。いいね、お姉ちゃん。そしてこの後だけど、お城右は警戒が強そうなので、攻めるなら左、とは思うんだけど、右をフリー気味にするのもあれなので、私たちは右の抑えにでもなっていようか。了解だよお姉ちゃん。シコダさんもこっち寄りではあるけど、あのヘルスだとちょっと心もとないもんね。だね。ナイスショット大妹よ。このまま残骸を縦にリロード時間を稼ぎつつ、光線を継続するね。うむ。GSOR さんも逃げないようだし、もう一発いっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よしよし、これで GSOR さんは一撃圏内だね。いいね、お姉ちゃん。それにお城左ルートでは、50TP さんが落ちてるもんね。うむ。かなり優勢になってきたし、時短で GSOR さんを落としたら、反転攻勢と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。と、シコダさん突撃するのね。倒しきるには足りないので、急ぎ私たちも突撃するね。うむ。と思ったら、ナイス撃破だ味方さんだね。そして GSOR さんは撤退を開始していて、スコジーちゃん以外いないので、これは一気にスコジーちゃんを取りに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。次はこのまま GSOR さんを追いかけちゃうね。うむ。できれば敵陣奥まで引かれる前に追いつきたいんだけど、間に合うかな？むう、すでに完全に下がられちゃってたか。あわう。炎上しちゃったよお姉ちゃん。くう、でも消火器は積んでないけど。コマンダーさん以外は消火スキル持ちなので、そこまでひどい炎上にはならないはず。と、終わったか。ナイス撃破大妹よ。そしたらだいぶ優勢になってるし、しばらく発砲機会もないので、
ここでちょっと現在開催中のイベント、シャーマンミッションの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。このミッションでは高級消耗品3種類各3個のほか、シャーマンさんのデカールがもらえるみたいだね。うむ。高級消耗品は1個1万クレジットで売れるし、シャーマンデカールもかっこいいので、ちょっといい感じのミッションだよね。本当だねお姉ちゃん。しかもクリア条件はシャーマンさん系統の子に乗って、ランダム戦でスコア10位以内で勝利するだけと、比較的簡単だもんね。だね。ただちょっと車種には注意が必要で、FL13 のような AMX 砲塔の子はいるのに、M4853 は対象外になってるし、すべてのシャーマンさんの原点とも言える、試作シャーマンさんこと、T6 ミディアムさんもいないんだよね。試作系の子は除外、とも思ったけど、M4 インプロブドさんは、設計案だけの子だったよね。そうなんだよね。基準がよくわからないよね。それとちょっとバッドなニュースになるんだけど、このミッション、シャーマンイベントページの下の方に書いてあったので、気づくのに遅れちゃって、期限が本日2月10日の18時までとなっちゃってるんだよね。あわう。幸い今日は土曜日だから、セーフなのかな。うむ。そう信じたいね。そしたらあとは残党狩りというか、3対1の無慈悲な戦力差バトルだけど、私たちの動画ではあまりない M バッジの動画なので、最後までビシッと戦っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。敵の K91PT3 の単発は390と、一発は耐える余裕があるので、どんどん撃ちに行っちゃうね。ナイスショット大妹よ。ただラストの一撃は、シュワちゃんパットンさんのものかな？シュワちゃんパットンさんも一発耐えるヘルスだし、何より足が速いもんね。だね。む、どうやら互いに外したようだね。ラストもらっちゃうねお姉ちゃん。うむ。ナイス撃破大妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ3654、キル数4、アシスト0、棒ダメ0。スコアは1357でチーム内トップ、Mバッジをゲットだね。今日のバトル、活躍したことは活躍したと思うんだけど、アシストも棒ダメも0だったし。ヨダメとキル数もそんなじゃないと思うのに、不思議と高スコアで、M バッジになっちゃったね。本当だねお姉ちゃん。普段このくらいの戦績だと、もっとスコア低い気がするのにね。だね。終始は、禁断オンリー運用だったけど、貫通率が高かったおかげか、イベント等全くなしだけど、3万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。